坂本勝は、大正、昭和期日本の政治家、擬曲作家、美術評論家。衆議院議員、兵庫県知事を歴任。1899年、兵庫県川辺郡天ヶ崎町で、岩海の家に生まれる。家は、天ヶ崎藩の範囲の家柄であった。北の中学校、第二高等学校を経て1922年に、 東京帝国大学経済学部を卒業、学生時代は、新人会に属した。北の中学時代の同級生には、後に、洋画家となった、佐伯雄三がいた。卒業後は、福島県立福島中学校の英語教諭や、大阪毎日新聞学芸部記者などを務めたが、水平社運動との関わりなどで1926年3月に、大阪毎日新聞を実施。 1927年に、関西学院大学の講師となった。同年に、香川豊彦、川上上太郎らの勧めで、兵庫県会議員選挙に、日本労農党から出馬して当選する。県会議員活動の傍ら、社民系の政治団体、社会思想者に所属して、落葉植えや、議局資本論などを発表し、プロレタリア文学や唯物史観評論の分野で、 活躍した。しかし、三期目の当選直後に選挙違反の疑いを受けて失格とされ、以後は実家の病院を経営しながら作家活動に入る。1940年に元兵庫県知事の湯沢道夫が理事長を務める大日本産業報告会に招かれて文化部長に就任、続いて湯沢が内務大臣の下で行われた1942年の 第21回衆議院議員総選挙では、大政翼3回推薦候補として、兵庫県第2区から立候補し、当選した。同年には、新世界観の構想を表し、次第にファシズム、ロマン主義への接近を見せる。1954年12月の兵庫県知事選挙を、制し、支援者に担がれる、坂本勝る戦後は、神戸市から招かれて民政局長となるが、 1946年に公職追放処分を受ける。追放解除後の1951年、日本社会党を公認で天が崎市長選挙に出馬し、現職で保守系の六党聖之助が有利とされた下馬票を覆して当選する。当選後は市長室の扉を施錠せず、市民に解放したのを皮切りに、天が崎高沖の傍聴堤建設式や当時、 不十分であった、労働保険、市民保険制度の導入、天がさ協定上の誘致、エ化撲滅運動などを行った。1954年、兵庫県庁では、岸田幸雄知事と、吉川佐都史前副知事の清掃に橋を発する、混乱がを引き、年内にも出直し選挙が行われる公算が、強まっていた。社会党は、左派、右派統一推薦候補として、 坂本に、知事選挙への出馬を要請し、星分裂で、岸田、吉川の両陣営が疲弊した感激をつく形で、両名に大差をつけて当選する。知事在任中は、瀬戸内海沿岸地域に比べて発展が遅れていた、内陸部や北部の振興に尽力し、文人知事として親しまれた。1958年の知事選挙で再選された後は、 県営ギャンブル全敗を掲げて、神戸と赤市の競輪場を廃止する方針を表明し、後地はそれぞれ、三崎公園球技場及び県立赤市、公園球技場、県自転車競技場となっている。1962年、2期目の人気満了に際し、知事は3期以上務めるべきではないとして、不出馬を表明する。公認を決める、知事選挙では副知事として、 坂本県政を支えた、金井元彦が当選した。翌1963年4月の統一地方選挙において、東京都知事選挙に革新統一候補として立候補したが、自民党が推薦する現職の安龍太郎に敗れて落選した。1970年、兵庫県立近代美術館設立に、最新初代館長に就任する。 1975年3月22日、食道癌のため、足足の自宅で死去。去年77。兵庫県知事在職経験者としては、初めての県民葬が4月に行われた。前週に、坂本勝る著作集観光委員会編長の坂本勝る著作集全五冠がある。ありがとうございます。